久しぶり。あ、久しぶり。久しぶり。久しぶりだな。早速ママ会しましょう。2人は宿題してるのよ。じゃあ俺が宿題見てるよ。はーい。じゃあママ会始めましょう。乾杯。このスイーツ美味しそう。いただきます。あー、このスイーツ美味しいわ。本当よね。こんな薄い中にはあんまりないでしょ。でも東京は狭すぎて住みづらそうよね。クソ田舎に比べたら全然便利よ。さっきからクソ田舎とかバカにしてんの、あんた。さっきからギャンギャンうるさいわね。私が黙らせてあげるわ。何よ、熱いよね。このブス女、これも効かないの。何を言いたいわね。あなた、まあまあ頑丈な体してるじゃないの。ならこれでも食らえ。あんた、破壊光線は危ないじゃないの。ビクロイ、ビクロイ、ビクロイ、ビクロイだ。 UFO 来たぞ。本当に、すっげえこれ。いや、待って待って待って、ご主人様、算数の宿題が終わりました。グダグダ言ってねえの、お前国語もやっとけ。承知いたしました。ちょっとあんたたち、なんで宿題やってないの。それにお父さんロマにしちゃダメってあれだけ言ったでしょ。やばい、お仕置きモードだ。逃げろー。うわー、やべー、逃げろ。待ちなさい。あチャパー。ここまで来れば大丈夫でしょう。お坊ちゃま、宿題が終わりました。お、やるじゃねえか。あんたたち何やってんの。あんたら、いい加減にしなさいよ。わっべ。お坊ちゃま、これで一件落着。やべえな、お前ら。それで顔が気に入らねえからぶっ飛ばしてやったわ。すっげえ、さすがっすわ兄貴。やっぱ兄貴はかっけえっすわ。あ、おい、やめなさいよ。やめなさい。おい、新入りだ、可愛がってやれよ。おい、ほんとなんでこんなむさ苦しい男出す人なの。一人目は用意しなさい。ほんと言うな。入れ。もう、何をあんたたち、私に惚れちゃったの。誰がおめえみてえなブスに惚れるかよ。まあ別の意味で可愛がってやるよ。と誰がブスですって。こいつ兄貴怒らせやがったさ。ただじゃ済まされないぜ。おい、こら、何してんだ。おい、お前は抜く掃除だ。おい、おい、東京拘置所に服役中の遅上キイコ容疑者が無期懲役になりました。窃盗容疑なので服役中の遅上キイコ容疑者は
刑務所内で揉めた男性に対して全治3ヶ月の怪我を負わせたとして無期懲役になりました。調べに対してキーコ容疑者は記憶にございませんと容疑を否認しています。お母さんがいないと自由でいいなあ。あ、そろそろ学校行かなきゃ。ケータちゃん、晩ご飯の準備するわよ。ん？どうやって？あいつらを倒すのよ。あ、特売だわ、行かなきゃ。こんなの死んじゃうよ。じゃ、正当防衛だな。最高だぜ。ごめんね、特売間に合わなかった。そうじゃない、ケータちゃんよくやったわね。あらやだ、美味しそう。じゃあいただきます。お母さん、喉乾いた。これでも食べてなさい。おらあ、あら、いい子ね。このクソババ絶対に許さねえ。あんまままままままあんまままま、あんまままおれーあーなんやってのかあー、行きなさい、行きなさい。あんた、うちの息子に何してんだよ。あんた、うちの息子に何してんだよ。そんな、待ちなさい。よーし、降りなさい、降りなさい。しゃあ、行くわよ。どこだー、最高。あ、あんた、いい加減にしなさいよ。あんたの方がいい加減にしなさいよ。お母さん、もうやめて。キーコママ、僕に優しくしてくれたんだ。ダイコママも、本当はたくさん遊んでくれたんだ。あ、本当は嘘なんだけど。じゃあ、ダメじゃないの。ダイコ、あなたよくやるじゃない。キーコ、あんたもね。ルンルンルン。あ、腕相撲に勝ったら商品無料。挑戦してみよう。いらっしゃせ。このチラシ見てきたんですけど。あら奥さん、怪我しても責任取れないよ。一回やりましょう。レディーファイン。1秒で決める。うわあ、あれ全く動かねえ。ねえ見て見て、これ私の可愛い息子。なんで笑ってやがるんだ。うわ あれ、てかもう始まったの。ごめん、早く終わらせるね。あ、うわあ、ごめんなさい、1割だったつもりなのに。化け物だ。どう？似合う？また来るわね。もう二度と来ないでください。お腹が空いたわね。あ、お肉は高いし。うん、一狩り行こう。なかなかいい筋肉してるじゃない。おいしくいただくわ。うわあ、ダイヤーカルパッチ。こんがり焼けました。
お金ないし仕事しようかしら。うわお金、お金あった。こんなところで一体何をするんだ。金の匂いがする。それ以上近づいたら切るぞ。どこだ。そこか。何、どこだ。どこにいるんだ。これで家賃払えるわ。